横浜市緑区にある霧ヶ丘地域ケアプラザで12月20日優しい日本語講座が開催されました。普段何気なく使っている日本語を外国人にも分かりやすく伝わるよう言い換えるポイントを学ぶ講座で、地域に住む外国人とより交流を深めてもらおうと緑国際交流ラウンジが企画したものです。参加者は土足厳禁を靴を脱いでくださいに言い換えるなど、日本語をより簡単に変換する練習を行いました。講座の最後には実際に外国人と話すグループワークを実施。練習した優しい日本語を実践し会話を楽しみました。インドの方が多くてお話しすることがあるので、優しい日本語でお話しできたらいいなと思っていたので、とても参考になりました。文章が長くなると相手がんって顔をしてたので、もっと短く区切ってシンプルに伝えることが 大事なんだなって思いました。私、日本語教室で日本語ボランティアしてるんですけれど、よくああいうその勘違いがよくあって、外国の方はそういうふうに勘違いしてしまうんだ、じゃあこういうふうにすれば伝わるんだなっていうことを理解していただけたんで、今日はすごく良かったかなと主催者側ですけど思っております。優しい日本語講座は今後1月に白山地区センターとミドリームで開催を予定しています。